おどうでしょうライブ配信できてんのかないかがこれでライブ配信できてんのかな どうでしょうあこんばんはどうもこれって自分だとどこで見れるんだろうなあお引退試合見に来てくれた嬉しいな これどうなんだろう今自分のページ見てんだけどどこに写ってんだろうなどうなのこれお <coughs> ここかなああ これでどうだ。あ、オッケーだな。これで見えてるのか。あ、いつも応援してくださってましたか。ありがとうございます。なんかさ、これさ、二つの画面でやってるから、ちょっとよく分かってないな、俺も。こっちに持ってきた方がいいのか。 あインスタから来てくれた。お嬉しいです。ありがとうございます。いやー、なかなか、阿部 <coughs> ちゃんと仲悪くないですよ。あ、悪 <laughs> 悪いです <coughs>。今日ずっと喋ってて疲れてないですようん。とにかくしゃべれよ。<laughs> そんな慌てないでよあありがとうございますねえなんかこう今日さあのレッツのもう一個の方見てます本当あじゃあこれどうしたらいいのよく分かってないんだよなアトリニングマッチの解説面白かった 嬉しいなああそうですか受験落ちたああそうか残念だだけどまだまだこれからね人生長いですから大丈夫ですよお、じゃあこれなんだろうな鳥真顔だけ懐かしき 2007ACL うん さっきその設定したところ設定しちゃったところに行ってくれてるっていうことなのかなどうなんだろううんいやちょっとこれ俺よく分かってないんだけど申し訳ない皆さんだけどあのー、そうようやくねあのー 1>, 1万人突破できて、えー、皆さんのおかげでありがとうございます。私も最初はあちらにいましたおあっちにいたってことはやっぱり最初のなんかそのやってるやつを消さなきゃいけないのかなそうなのかなもしかすると。ねきっともしかしたら間違っていてくれて。 れれてるる人がいいいかもしれないとということで大変申し訳ないですっていう、ね、今日トレーニングマッチのことに関してはあのしっかりとちょっと YouTube で分析したものを話そうかなと思ってますけど、えー、とりあえず、まあ、こ今回はね1万人突破ということで。 この感謝の気持ちを最大です。小泉さんとの対談動画見ました。面白かったです。サッカー型の組織の話おおそうですか？あ、もう一つ今度チャットで言ってくれたあありがとうございます。すいません、あのちょっと初めてやるものでうまくできてなかったんですけれども。あのそ今回このね。youtube に関して言うとまあ、サッカーをもっと深く。 でまあ、ビジネスをもっっとと近くっていうところのテーマであのサッカーのこともメインでね話してるところもあると思うんですけど、まあ、ビジネスのことを自分が今ビジネスのところにいるので、まあ、そういった話もできていったらいいなとただねビジネスの話って言っても、ね、なかなかその、あのー、ちょっと遠いところの話になっちゃうとね皆さん面白くないのかなって思うんで、まあ、そういった意味では。 サッカーとビジネス関係してあるところを話していこうと。で第1回目の、えー、ゲストで川淵さんに出ていただいてちょっと今ね、あのー、話題というか少しこういろんなメディアに取り上げられてますけれどもはいあのー。 まあそのね川淵さんの話も、まあ、サッカー中心ではあるものの、まあ、企業人としてね戦った戦ってきた川淵さんの話すごく面白かったと思うんですよね。うん、なのでねそういった話ももっと聞いてほしいしでまたあの小泉さんとの対談カシマントラのね監督あ社長ですねメルカリの会長ですけれども小泉さんとの話も えー、させててもらって本当にその鹿島というチームがなぜ強いのかそして今後どういった視点で見てるのかっていうところは非常に面白かったのかなとまだ見てない方いらっしゃいましたら是非ねあの見ていただけるとうんすごくその違った視点で見れるのかなと思いますねで当然そのプレミアがね構想について皆さんあの ご意見もくださったと思うんですけど当然それがまあ正しいか正しくないかっていうのはちょっとねわ、えー、からないですし、えー、ただそういった方向に進んでいくのも一つあるんじゃないかなっていう、まあ、定義提案みたいなところでの、まあ、話だったのでぜひねそういったところも議論できていくといいのかなと。 宮本さんが卒業されたフィ FIFA フマイスターについて興味ありますが、世界のサッカービジネスに関する人脈がうん。まあそういうね、そのサッカービジネスについて学ぶっていうところも一つだと思うんですけど、うんもう少し、なんだろうな、うんスポーツの,そのサッカーの中でのビジネスっていうことと、まあ、えー、あのー、 もうちょっとそのビ,ビジネス寄りのところからこうスポーツに入ってきてくれるう人たちが増えてくるといいのかなっていうところは思いますよね。まあ、あのもしね学べる機会があるんだったらね学びたいなと思いますけど、まあ、まずはね自分の、えー、ビジネスをしっかりと進めていこうかなと思ってます。 各 J リーグの社長に経営戦略聞きたい。あまあ確かにね、それすごく面白いと思うんですよ。僕はあのー、もちろん浦和もね、あのそうですけど、まあ、川崎、名古屋あ、えー、札幌なんかも、まあ、見たい、聞きたいなと思いますよね。 うんまあ、僕はねその今後どのようにこうサッカーにこう携わっていくかっていうところで言うと、えー、やっぱりクラブ経営っていうところにすごく興味がありますし、あのー、そこがもう少しねその日本のサッカー界の中で変われるところなんじゃないかなとは思いますけどね。うん 指導者はね世界中に素晴らしい指導者たくさんいると思いますし、まあ、あとはその選手が変わってもやっていくサッカーが変わらないっていうことに関して言えばマネジメント層がどういうふうにサッカーを考えているのか例えばそのマネジメント層であったとしてもマネジメント層があの俗人的になってはいけないしそのクラブがどういうふうにして考えて えー、経営をしていくのかこのあたりっていうのはうんあのもう少し、えー、日本のサッカー界っていうのは伸びしろがあるんじゃないかなというふうに思いますね。うん煽りや嫌がらせじゃなくて柏木についてということですけどね。うんまあそうですね。うん ちょっとね、えー、間違いなく、うん、問題はね、あると思うし、その、彼が、その、やってしまったことっていうことに関しては、うん、正しくない行動でしたよね。で、それに対して、あの、リカルド、 監督も、まあ、そういうのは私はっていうコメントも出してるし、まあ、この辺りねなかなかですねうん、まあ、ただクラブがどういうふうにして、まあ、判断するかもきっとあると思うしでメディアに出てる情報だけではなくて、まあ、中でねあのやってることもあるし彼が移、ね、籍先を探してる探してないっていう報道もあるけれどもそれはあの 正しくは分からないですね。うん。元川崎の風間さんとのコラボを YouTube に載せて欲しいですおお風間さんとでもちょっとね話してみたいですけどね。あのー、ああ、長崎の高田社長ね。いや、いいですね。あのー、何なんでしょうね。えっと、風間さんに関して言うと、実はですね。 会社契約ああり、チーームカラーを変えてしまうことはあるあ、うん、ちょっとねごめんなさいね全部あの読めなくて申し訳ないんですけどあのー、風間さんに関しては中村健吾とこの間対談をさせてもらって、えー、中村健吾も人生をこうサッカー人生をね変えてくれたっていうまあそんなあのー。 なんだろう話をしてたから風間さんのサッカー感みたいなのは直接聞いてみたいですけどねまあでもね風間さんはすごいよね <laughs> うんまあそうねいやーなんかすごい 誰ですか柿谷プリンさん「コハロン知ってますか?」っていうのをめちゃめちゃ入れてきてくれてるんですけどむしろそのままコハロンっていうものを説明してコメントに載せてくれるとありがたいですねはい知らないですロビーとの対談お願いしますおおロビーとの対談ねちょっと難しいですねうんちょっとあのロビーとどういうふうにして対談したらいいのかなって<笑><笑>思いますけれども えーとおっちょっと待ってくださいねうん柏木選手どこに決まるでしょうかうんどこなんでしょうねコハロンさんは FC 東京サポの YouTube されて YouTube されてる YouTuber さんああそうなんですねええー なるほど、ごめんなさい知らないですね。<laughs> はい。あ、小笠原光男との対談、ああ面白いですね。ええー。うん。あ、じゃあゴハロンさんのね、うん、シートえし東京を演している全身タイツの方ね、はあ、頑張ってください。はい。なるほど。 うん、本田圭佑との対談。おお。いいですね。圭佑との対談。圭佑との対談の前にマキヒカとの対談があるかもしれない <laughs> <laughs> なあ。今年の裏ツが心配です。おお。うん。でもね、オシムさんのところにはね。 会って直接話したいですけどね。うち、ん、ダーツとそうね。つブロックの走りの髪型の話でいや僕じゃないですよ。僕じゃないです。うん、えー、っとえー、っとすみませんねちょっと待ってくださいね。うん、あオフトとの対談ね。 オフトとの対談はうんしてみたいしてみたいですねそれはちょっとしてみたいかもパー,パーマはどのくらいの頻度でトゥーリオいいねセゾンフットボールクラブ 乾をね育てたあセゾンってあのセゾンあのー、いやセゾンと試合したことあるような気がするな昔ウッチはギャラ発生する <laughs> OB が経営者になってもセレッソみたいにうまくいかないケースもありますうーんまあうまくいって なないのかなどういう観点でうまくいってないのかっていうのはちょっと僕は詳しい内容が分かってなくて申し訳ないんですけどうまくいってないんだセレッソうまくいってないのそうなのかなどうなんだろううんサッカー選手じゃないサッカー系とね鼻スンスンしてますね顔ウちょっとねほんのちょっと そうですね、うん、そうですね私はあのクラブ系したいですけどね、うん、お弁当はうなぎ出ましたが出なかったですねお弁当はですねあのコンビニのおにぎりでしたはいねちょっとあのー あジュビロねあセレスタ不可解なロティーナの対談でねそうですねうんなかなかあれはあの難しいですねあのロティーナの問題に関して言うとどこがどう問題だったのかっていうのが本当の意味では分かんないですからねうんそうですよね だからセレッソスがヤンマー幹部からの横やりがあるっていうのが問題点だっていうこともあるだろうしそれって本当なのかどうかってちょっと分からなくてでも確かにそのロティーナがこうねチーム離れるっていうのはあそこまで結果出しといてなんでだろうなっていうのは当然思いますよね。だかかかららそれががなんかこう OB やったから 良くないかどうかっていうのはちょっとわかんないですけどねいやちょっとヤンマーからよ結構横割りがあるかどうかはわからないですよ僕は僕はわからないんですけどうん。ちょっとねどういうことなのかわからないですけど内情わからないですけどロティーナをつあのと契約延長できなかったのかなっていうのはなんでだろうと思いますね そう結局外部からそう不足しかできないんですよねこれが難しいところででもやっぱうんあもう一個のやつにまだ6人残ってるかわいそうごめんなさいどうしたらいいんだごめんなさいねわかんないですうん選手たちがこの監督のもとでやりたいとかフロントに言うことはできないんですか、うん いやそれが本当に正しいかどうかっていうのは僕はもう全く逆の意見で選手は監督の意見を聞くべきだし監督を選ぶのはクラブだから選手がそれを選ぶっていうこと自体なんかこう、うん、おかしい構図としてはおかしくなってしまうのでうんですねうんうん犬飼いさん 野球選手と対談おおいいですねあっ宇さんのね話聞いてみたいですね宇賀さんの話面白そうだなこれあ僕の解説は聞きやすいですか本当ですかそうですかね選手が離反して監督が解任されたケースはいくらでもあるし大宮もあったしねだからまあ それは正しい形じゃないですよね。うんうん、ラグビー選手、うん。あ、やっぱり小泉さんとの対談面白かったですか。はい。あの、僕も話してて、すごく面白かったし。次の企画としては、中村健吾と、えー。対談させてもらってるんで、もう少し。 そのサッカーに寄せた話っていうことをしているのでそちらも皆さんお楽しみにしてくれるとお楽しみにして待っていてください。はい。おすごい。 レオイスギーについて辛口コメントしていましたが契約についてはレオ本人の意思とは別にクラブの意向かもしれないですよねその点も踏まえての意見でしょうかいえクラブの意向じゃないんじゃないですかこれははいクラブの意向ではないと僕は思いますようんあこの辺でなんかねもっとねクラブが 正ししいいい発信をななきゃいけないんですよここはねあのクラブのマネジメントとしてうんレオナルドは僕はまあまあ僕が話すことじゃないな、うん、海外で投資ファウンダーはクラブにお金を入れるケース AC ミランあミランはそれで結構問題一回起きましたけどねうん まあそうですね。まあどこの資本家にもよるし。うん。おお、すごいね。海外の上ジ場ジクラブの決算書。CF、BS について語っていただきたい。お <laughs> あそうですか。ちょっとね。そっかそっか。そっか うん。言語 FRO。うん。風呂ね。うん。だれから面白いですね。その話も聞きましたよ。うん。まあね、うん。サッカー業界以外で、カルチャーメディアなどのビジネス協業。 おちょっとねこの辺すごいねもうあのー、面白いですね皆さんやっぱその辺りすごく興味あるんですねおおほん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 ほほううんでやっぱちょっと俺ねレオナルドの遺跡についてはちょっとねあのー、うんちょっとね 言いたいことあるけどな。言いたいことあるんだよな。言いたいことあるけど、俺がここで言っちゃいけないんだろうな。ただ僕はあくまでもレッツ一選手っていうのを売らツっていうことを考えた時に、うん。まあ、まあ、まあこれ選手の問題でしょって僕は思いますよ。 まあです。それはそうでしょ。うん、でそれをもうちょっとね、クラブ側がちゃんと発信しなきゃだめでしょっていう感じかな。何が真実なのかっていうのを。だってね、もちろん選手としてね、 成長するとか、成功したいっていうのはあるし。ね、そことね、列との。ね。こう、夢を実現させる。っていうさ。うん。答えをさっさと聞きたいです。答えをさっさとって、ね。あんまり。さっさとっていう言葉はね、あんま使わないと思いますよ。うん。 うん。どうでしょうね一強化っていうのは結構難しいんじゃないですかね。一強だとね強くならないと思いますし。 明治大学での仕事はまだいや今はしてないですねうんでもあのー、明治大学のあのー、選手たち今年卒業した選手たち12人 J リーグに行きましたけどうんあのー、15人 一学年15人なんですよそのうち12人僕が見てた時1年生なんですけど今のね卒業したいやみんなすごかったんですようまかったんですよねうんうんダサンで解説はやってないですね僕はあのそこまでねあのー 力ス,スはね優秀でしたよめちゃめちゃ優秀でしたうんうんさっき面白い質問あったよなあサッカー選手時代カップラーメンは食べなかったですかってやつねあのー、選手時代ですねカップラーメンは そんなに食べないですね。ほとんど食べないです。だけど食べる時もありましたよ。うん、食べた時もありました。でもほとんど食べなかったですね。うん。やばいな、これコメントすごいしてくれて嬉しいな、嬉しいんですけどね。読み切れないな。あ、明治の子たちはプロになると思いましたが、すごく伸びた選手。うん。 うん、やべもう全部読みきれないな本当に読みきれないあっ本と早川ねああ恒本はすっごいいい選手でしたねもともとで早川に関してはあのー、能力あったけど鹿島アントラーズに行くとは思わなかったですね うんそうですねうんうん炭酸飲まないって聞きますよねあのでも炭酸水とかねいいですよねうんリーグ優勝のメダルが見たいですあどこなんだろうねどこにあるんだろう家には実家にあるのかなうん うん、YouTube ライブ初めて戸惑ったう,うん椅子エルゴヒューマンですあ本当同じですかあの片方ねあの肘肘置き肘掛けが取れちゃったんですけどね地域とクラブで地域創生スポンサー単体の動きじゃなく全体そうそれこそね確かに街づくりなんですよいいですよね ああちょっと待って俺ねなんかね「話なさはそう」っていう内容がね忘れ何だっけかなうんえっ、ー、とねそう何を話そうあそうですそうですあのー、そうそうそう皆さんの中で忘れてくる年代ねじゃないですよ <laughs> 面白いそう忘れてくる年代ねあそう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 あのねえっとそう皆さんにちょっとこう動画をね作っていく中で聞きたいところとしてはインタビューさっきね皆さんこういう人とインタビューインタビュー対談してほしいみたいなありましたけどなんか他にどんな企画が面白いかなとか逆に印象に残っている企画とか対談とかどんな話が面白かったかとかなんかその辺ってどうですかね ナスとの対談ね。うん。あ、いいですね。ナスとの対談。あ、今日お酒飲んでないですね。やっぱりテクニック系。NGC 飲酒。いえ、NGC 飲酒はないよ。普通にとってね。乳酸菌を美味しく取れる料理動画。あ、賀来さんとね。同期との対談。バーあて。ナナミさん。ナナミさんの話面白いよね。うん。 あプライベート。一日のルーティン。選手の日は。おドリブルテクニック多い。ドリブルできないよ。あ、ばンちゃんとはね、この間撮ったので、あのー、おばんざいで見てください。おばんざい。うん。ヘアカット。うん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 。なるほどね。チャレンジ企画。あれサスケみたいな。 あ、サッカー用具の工場見学。面白いね。あ、それいいかも。あ,あ、中田浩二さんとの対談。あ、まあ、各クラブの経営戦略。これは面白いですね。僕もやりたいなと思ってますけど。違うスポーツ。うん、挑戦。あ,あ、小泉さんとのトークやっぱ面白かったですか。あ,あ、よかったな。うん。一日密着。そう。 コロナが収束,収束したら、浦和の街ね、散歩やりたいよね、散歩企画ね。つぼいさんにドッキリ。あ、いいね。つぼちゃんリアクション良さそうだしな。あ、鈴木大地さんね。うん。としやさん。野々村さん。ボンバー。やっぱクラブの社長。うん。ジュニアユース強化。うん。 リバプールの話は面白かったあ本当ですかあ僕と宮崎さんのね対談宮崎さん話長いからな俺喋る時間なさそうだな <laughs> うん対談系の方がそうですね面白いですよね昔話っていうよりはねうん僕もそんな感じしますねうんうん安倍との対談 うん、なるほどね。おうおう,おう長谷に突撃インタビュあ、これちょっとね、大変だな。うんうん。ああと一人。ゆいなさん、ありがとうございます。すいませんね。スタミナを上げるコツ。ああ、そういうのも,もしかしたらいいかもしれないですね。んうんうんう。ん アカデミースタッフに一日密着おそれも面白いかも散った時代に全然使われなかったの面白かったですかあそうですかうんサッカーボール作ってみるおうんチームスタッフの仕事とかねあスタッフ具体的に何してるのかっていうのを裏側を見たいってことねあーそれも面白いかも うんうんうんフン坪井邸に突然押しかけトムちゃんの番号 <laughs> ああなるほどゴルフ対決違うスポーツのユーチューバーとああ予測力のつけるうん元気をレッツに呼び戻すための企画 それ代理人に任せるしかないよね。おお、トトの予想。おっ、トトの予想とかいいのかもしれないね。もしかするとね。うん。当たった当たんないみたいなとかね。うんうんうん。同世同盟鈴木哲さんいっぱいいるってこと、ね、あ、浦和って育成年代の。 情報発信がほとんんどないんだそうなんだおそっかそっかその辺ねうんいや結構大事ですねレディースにスポット当ててうんなるほどウイイリ配信うんトンネルドッキリって何これどういうこと あ裏側から支えたい職業を目指したい子供たちもたくさんいるからチームスタッフの裏側えーローストチキンコオロギを食べる食べてみたうん個人的にはビジネス職強めのチャンネルにしてそうそうなんですよね別に伸びなくてもいいんですよでも伸びてくれたら嬉しいけどそこまでねなんか YouTube でね なんとかみたいな感じでは特に考えてないんでそうなんですそうなんですうん PK 対決勝手に出自地予想うんコペイロンの動画福田さんは怖い福田さん怖くないっすようんそうですね 三木谷さん三木谷さんはちょっとね前澤さん前澤さんはねたどり着かないんじゃないかな <laughs> そこまで <laughs> シャフタールドネツクの経営動画を見てみたいおーすごいね啓太さんの炎上動画みたい炎上炎上はしたくないな鈴木さんとのね話いいですねあプレゼントの話まだですよこれからですはい うん、経営者縛りにテレフォンショッあそういうことね。経営者が経営者をつないでくれて、それでサッカーの話をしていくみたいな。おうん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 。うん、そうなんですよね。小泉さんとの話、クラブと町が協力していく。まあ、これこそね、J リーグのね、理念みたいなところの話だと思うんですけど。 あそれはねどういうふうにしてやるかって結構大事ですよねうん坪井さんと三番勝負アメリカの NFL のチームに戦入あそれは俺も見たい、うん、うん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 そうね S, S 級ライセンス持って、僕ね、ライセンス一つも持ってないんですよ。C 級も持ってないです。お、ウィーレでいつも使わせてもらって、ありがとうございます、逆に。レオザフットボールとコラボしてる。レオザフットボールって何うん。複数かサッカー関係者集めてディベート。お、面白いかもしれない。うん、うん、うん。 カ,ジカフェに行くあー行ってみたいなカジカフェねスポンサーにレッツへの気持ちを聞きに行くあーこれねちょっとね企画しようかなと思ってるんですようーんそうですねサッカーゲームでは自分の能力気にしたことありますかそんなないですねっていうかそもそもあのー、サッカーゲームを 有吉でやりましたけどそれ以外でほとんどやったことないのでうんああなるほどねうんプーリオと対談週休メガネズとのコラボうん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  やばいりもうこれ携帯で見てるとさ、もう画面がもう読めない。はっ。大運動会。<laughs> 宇宙開発しないための蹴り方を考え、あっ、これいいな。あっ。宇宙開発しないための蹴り方を考える。これいいんじゃないねこれ子供たちにもさ、すごくいいんじゃないかなって思うな。うん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 。いいかもいいかも。 いいですねうんなるほどいやー面白いアカデミー企画テクニック系の動画宇宙開発はなぜ起きるのか <laughs> 面白いなそれいいねいいよいいよいいようん 技術系動画いいの本当そうなのうん二度とケータが宇宙開発しない研究うわすごいねうんそうですね論文にありそう <laughs> 面白い元 J リーガーたちのお店を訪問あいいですね うんなるほどね宇宙開発つながりで NASA へ潜入あ NASA ね実は行ってきたんですよ僕2017年にはい面白かったですよ、うん、テクニック系選手をどうマークするかうんなるほどね 北沢さんと宇宙開発対談ってどんだけもう失礼なのよみんな <laughs> うんそうね激辛ペヤングを食べる動画、うん、なるほどねそうかまあねあのー、ちょっとねまあ話いろいろ皆さんからねコメント頂い,いてありがとうございますっていうところなんですけれどもえー、1万年1万人1万年じゃないや 1>, 1万人突破記念としてのプレゼントはいを皆さん実はご用意していますのでまず一つ目じゃじゃーんスパイクですこれはあのー、実はね選手ってこれ見えるかな普通のねポイントってここなのよ ここなんだけどこれあのー、やべえ芝生ついてるなこれあのー、取り返し式のやつなんですよで選手たちは結構これ滑らないようにこういうやつを履いてるんですよで僕はだいたいここの長さが1 3ミリでここ1 1ミリ前はねそう 取り替え、半分取り替え半分固定みたいな感じのやつですこれねあの番号が入って携帯と入ってますけれどもまあまあ綺麗ですようんまあまあ綺麗ですラグビーのスパイクと一緒なんですけどこれねあのー、サッカー選手がね はい多分最初に作ったと思いますうん雨の日じゃなくてもねこれね普通のね時にも使うんですよ実はこの感じのやつはうんでこれにサインを入れてお渡ししますこれまず一つねいや僕はそんなに軽くっていう感じじゃないですよ軽くするわけじゃないサイズ サイズはこれ 27.5?28 ですね28ですうん28ミックスソールそうですそして2つ目またねこれもスパイクですにゃんこれ普通のポイントですねこれはそのさっきのこれの1個前のモデルですねはい そうこ,このスパイクですでこれ2つ目おっえっ29だから入らない、うん、吐くんかい <laughs> うんそうですそうですですごいね今回はちょっともう あのいっぱいあるんですよ。でこれ3つ目レッツの時の移動着の、えー、ジャージ上下です。ジャージ上下。ここにねあの13って入ってます。ジャージです。サイズは L。でちょっとこの。 細身,細身に2015年からかな2015年からって結構ねあの細身になってるんですよで下のパンツの方にもエンブレム入ってますねえママ欲しいでしょそうです上下です上下です1万人でこんなにやって大丈夫ですかうん全然大丈夫ですよどうせ僕持ってても使わないからね はいであのー、上下上下ですジャージ猛烈に欲しいあ,ありがとうございますこれね応募していただけると嬉しいですよ移動着にもそうですナンバー入ってるんですよ全員にねナンバー入ってるんですよあのー、送る前にケイトさんもう一回来てから送って <laughs> はい、5万人の時は、いや、次やるの10万人じゃないかな。<laughs> 分かんないで。そ<来>して次、次ですね、次は、はい。ユニホームです。代表の時のユニホームですね。アジアカップの時です。のユニホーム。はい。ユニホーム。 これは2007年のアジアカップかな。の時の日本、うん。どうでしょうね。ね、こうやって喜んでくれるのが嬉しいですよね。もうあのね、こういうのね、あの眠ってたんですよ、家、実家に。 あ、中国人に首 <laughs> のど羽みたいなうんあそうでもねあプレゼントしちゃっていいんですだってさみんなが欲しいって思ってくれる人とかさ飾ってくれる人とかさねが持ってくれるのが一番いいでしょえ普通にすごくて引く引くそうそっかでもなんでいいじゃん うんそうよあのー、ユニホームさすげえいいのとかあったこの間左のフラフープあフラフープも <laughs> いやフラフープは逆にあげれない娘たちのやつだからうんあげれないそれはダメそう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  そうみ,みんながさそう喜んでくれるのが一番なんですよ本当にそうあ証拠写真ねうん、うんうん、でもう一つねこっちの方がいいんじゃないかなそんなことないかなはいこの時の日本代表のユニホームです えーっとこれオリンピックの最終予選の時かなうんそうオリンピックの最終予選の時はねに日の丸ここなのようんでもこれ着て オリンピックには行けなかったな、うん、<laughs> 那須さんがやるかしたじゃないよ <laughs> 2004年かな多分うん。今日ね5点5つ。 この五点を皆さんにプレートしたいなと思っておりますはいさんは別にいらないでしょこれ <laughs> そうそうそうあ右のところにあるこのポスターこのポスターちょっとあのいただいたものでちょっと、ね、申し訳ないんですけど でもえっとそう500人中の5人だからねまあまあ T シャツこの T シャツこの T シャツダメですよ逆におオーブ T シャツオーブ T シャツもじゃあオーブ T シャツ 今思いついつたんですけど、わらしべ長者<ん>わらしべ長者みたいにコラボした人とどんどん交換していく企画おそれ面白いねうん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 あそれいいかもしれないだけどサッカー界でぐるぐる回っててもね <laughs> しょうがないよねうん そうね、うん、パッティーくれってどういうこと <laughs> そう一パーそう1%ですよねそれならまあまあじゃないですかであのー、うんアップルウォッチアップルウォッチはダメですよアップルウォッチはこれあの今僕あのちょっと測定してるんでねダメですようん あユニホーム交換した選手ガットザとかねあとはエッシェンとかねうんいますようん裏のユニホームはまた、えー、次回になりますよはい、うん、そうです 絶対メルカリに出品しないことを約束します、うん、うんうんうんねということでユニホーム2着とえー、ジャージそれからスパイク2つ。 とということですねあのー、そうあ,ありがとうございます早く10万人に行くように万人、まあ、宣伝してくださるとあ嬉しいですねはいレアル時代のユニホームあっレ, <laughs> レアル時代のユニホームですかレアル時代のユニホームはあのー、ちょっと今 あのマドリッドの博物館の方に飾ってありますねはい、はい、今日の日付入りサインすればメルカリうんそうかなねではあのー、皆さんあの応募方法わかりますえっと 合語は書きフォームまでって書いてありますけど、横にありますね。はい。応募方法はあの概要欄にあります。わかります概要欄。概要欄。どうですか皆さん。概要欄。えっ、ー、と、YouTube のこの画面の 下の方にコメントが書いてあるんですよ。あ個人情報はあの安全です、大丈夫です。はい。そのあたりはしっかりとやらせていただいているので。あっ、見れましたか。あっ、合言葉入れるところない本当にあ、やべえ。それ、それ。 それ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 大事だね。ちょっと待ってね。それは大事だね。えー、っと。なるほど。ちょっと今回は申し訳ないんだけど。 <laughs> ちょっとあ七7の記入欄7のあのところそう7番に入れておいてくださいそうすると分かると思います。 はい、七のところにあ入れないであら皆さん早とちり早とちりした。 あのね合言葉はね実はですねあの普段から僕のインスタライブとか見てくださる方にえー、まあおも,うもう一度再度応募していただいてもいいんじゃないですかねうんあの実は合言葉はあのー、普段えー、いつも見てくださってる方にあの実はインスタライブを通じてねお伝えしてることもあったのでただですよその 合言葉を入れてない方にも当たりますねなので、えー、今回ね多めに入れておりますので合言葉がわからない方はそのままご応募いただいたとしても、えー、問題ないですはい <laughs> はいあのー、再応募していただいても大丈夫だと思いますよ うんはいありがとうございますということでねあ,のあっという間に、えー、約1時間もの間お付き合いいただいてですね、えー、初めての YouTube ライブやりましたけれどもはい と本当はね皆さんに、えー、当たるようにもう少しね増やしておきたいなぁとは思ったんですけれども次回のね時のために皆さんお待ち待っていてください。はいえー 本当にですね、この YouTube チャンネルに関しては、これからもしっかりとね、内容のあるものを届けていきたいなと思っていますし、えっ、ー、と、まあ、できる限り、何、えー、でしょうね、真面目に <laughs>、次回500個用意すれば解決。 まあ僕も楽しみながらやっていきたいと思うんですけれども、えー、皆さんにとって少しでもなんかこうね参考になるなとかああこれ面白かったなって思ってもらえるような、えー、YouTube の内容にしていきたいなと思っていますので、えー、ぜひ、えー、これからもご視聴いただけたらありがたいなと思いますあとねチャンネル登録がまだの方は、えー、ぜひチャンネル登録していただいて これからも楽しんでいただきたいなと思います。はい、では、え一旦 YouTube ライブの方は終わりとさせていただいて、えー、後ほどね、あ、発表はですね、発想をもって返させていただきます。返させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この後ね、少し最後。 インスタライブの方に戻って、えー、少しだけお話ししたいなと思います待って何どういうこと動画配信のタイミングは不定期ですか何曜日に配信とかありますあえっ、ー、とですねチャンネル登録していただけるとえっ、ー、と自動で通知されてい,いくと思いますしはいよろしくお願いしますそれでは皆様 どうも長い時間ありがとうございました。